今日の動画はこんなお話。 LED を光らせるために必要な抵抗の決め方について解説します。電子工作でも LED を光らせることは多いですが、その時には必ず抵抗を直列につなぎます。理由は LED に適切な電流を流すためです。この抵抗がないと底殻電流を大きく超えた電流が LED に流れてしまい、ひどい場合は LED が焼けてしまいます。そのため必ず LED と抵抗をセットで使います。ではこの抵抗をどのように決めればよいでしょうか。まずは LED の基本から見ていきましょう。 LED が光るために必要な電圧を純方向電圧と言います。記号では VF と表記するのが一般的です。純方向というのは向きのことです。 LED のアノードから仮想度に向かって電流が流れるように電圧を加えたとき、それを純方向電圧と言います。そしてその時流れている電流を純方向電流と呼びます。記号では IF と表記します。この純方向電圧 VF と純方向電流 IF がどのくらい必要なのかを調べれば LED に必要な抵抗を計算できます。では実際に抵抗を計算していきましょう。はじめにデータシートから底殻電流を調べます。今回使う LED のデータシートのアブソリュートマクシマムレーティングスを確認すると、 DC フォワードカレント IF が 30mA なので、純方向電流が 30mA を超えてはいけないことがわかります。次に LED のデータシートから VF と IF を読み取ります。データシートのエレクトリカル・オプティカル・キャラクタリスティックスの DC フォワードボルテージの項目を見ると、 IF が 20mA の時の VF が書いてあります。電圧に幅がありますが、今回はティピカルの値を読みましょう。なので純方向電流が 20mA、 純方向電圧が 2.1V ということが分かりました。以上のことを踏まえて回路図を使って計算していきます。今回はアルデュイーノを使って LED を光らせる場合を考えてみましょう。アルデュイーノの IO ピンの出力電圧は 5V です。そして LED の純方向電圧は 2.1V でした。つまり抵抗にかかる電圧は 5V から 2.1V を引いた 2.9V になります。そして LED に流れる純方向電流は 20mA ですが、この回路は直列接続なので、その 20mA は当然抵抗を通ります。したがって抵抗に着目すると加わる電圧と流れる電流が分かっているので、オームの法則から抵抗値は 2.9V 割る20mA で145Ω になります。これで抵抗値が求まりましたと言いたいところなのですが、実はこの抵抗値をそのまま使ってはいけません。それを次にご説明します。抵抗の計算値をそのまま使ってはいけない理由を3つご紹介します。1つ目は抵抗の底殻電流を考慮していないです。LED にも底殻があったように、抵抗にも底殻電力があります。使う際にはお持ちの抵抗の底殻電力がどれくらいかを調べておきましょう。その底殻電力の半分以下で使うのが一般的です。仮に145Ω の抵抗に 20mA が流れると、消費電力は次のようになります。今回動画で使う抵抗の底殻電力は 0.25W、つまり 250mW なので、半分よりも少なく収まっているため問題はなさそうです。2つ目の理由は眩しすぎて目に悪いです。 LED のデータシート通り 20mA も流すと LED はとてつもない明るさで光ります。すごく目に悪いので抵抗をそのまま使うのはおすすめしません。ではどうするのかというと、あくまで経験則ですが、計算した抵抗値の100倍から試してみてください。例えば今回は計算値が145Ω だったので、10キロから15キロオームくらいを目安に選びます。
電流もかなり小さくなるので消費電力的にも有利です。この動画では10キロオームがちょうど良かったのですが、個人差があるのでご自身の感覚に合わせて選んでみてください。なお、最初に LED を見る際は真上から直視せずに離れて横からうっすらと見るのが安全です。最後の理由はマイコンの定格電流を考慮していないです。今回使うアルデュイノウの R4 は各 IO ポートから 8mA までしか電流を流せません。したがってその半分の 4mA 以下で使います。先ほど選んだ 10kΩ の抵抗だと電流は十分に小さくなるので定格電流を超えることはありません。ですが、選ぶ抵抗によってはマイコンの定格電流を超えてしまうことがあるので十分に注意してください。ということで、今日の動画は LED を光らせるための抵抗の決め方を解説しました。 LED の種類はたくさんありますが、計算方法は同じです。データシートをよく読んで定格電流や定格電力を超えないように抵抗を選んでみてください。それではまた次回。さよなら。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。